皆さん、マーダーミステリーとは、与えられた役を演じながら、はい、殺人事件の真相を追う、卓上ゲームになっております。はい、南極の最奥地に発見された新たなる世界最高峰、狂気山脈、うん、そこで発見された異常な死体、そしてその死体の調査のために狂気山脈に乗り込んだ調査登山隊の中で起きた殺人事件、ブリザードのせいで山脈に閉じ込められた登山隊は疑念と狂気をはらんだまま調査を開始します。ということで役割をちょっと決めようかなと。楽しみ、ここが一番楽しみだ。ここが楽しみなんだ、まず、うん、俺って一体何者なんだ。転生できんだよ、だってうるせえわ転生したら興味うるせえよ。配信者ボコボコに鮭について始まるお前だけってお前違う、違うゲームやってるやついる登山家、記者、調査員、医者、教授がいるんですけど俺教授だ。なんでなんでないよ、ビッグじゃないんだよ。はい、じゃあまあ別に今決めちゃってもいいかな。オールラウンダーってかっこよすぎるね、正直うるせえよ、まあ、一番最初に死ぬだろうオールラウンダーだもんねでローレンが何調査員は待って、ピック戦なの。じゃあやだ、僕やだ。なんだよ、なんなんだよ、なんでちょっと引いたんだよ。お前調査員、待って待って、ダメダメダメ、ピックにし、もう調査員、もう調査員、壁の外はやだ、壁の外はやだ、ダメ、調査員だ、待って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 、わかりました、わかりました。ちょっと待って、ランダムにしてほしいかも、俺。はい、ランダムにしてほしい。一番じゃ何が、一番じゃ何ができそうです。むずそうだ。一番調査員、クズハさん選んでいいです。じゃあクズハさん。待って、調査員はやだな。じゃあ。見てんの？見てんの？じゃあ医者やるわ俺。絶対見られたくねえ。大丈夫、絶対見られたくねえ。大丈夫、ヌーよ、ヌーヌーヌー。はい、決定。選べって言われてもどれが選ぶの？俺が選ぼうか？じゃあクズハ選ぶ。ライ様は、はい、いやこれね、チクチク登山家。チクチク登山家、何意味がわからない。山を舐めるんじゃねえよっていう初心者、これだから。うわ、アイスピック、もうなんでここ来たみたいな。登りたいんだったら登ります。俺一人なら登れた俺分かった、これ俺だけなら登れたわ俺が5人いたら山頂行けた終わってる。いやでも教授か登山家かな、ライ様は。はい、2択。じゃあ登山家行けます。はい、チクチク登山家ね。クーザーさん、じゃあシャカさんは。シャカちゃんは、うわ、記者、調査員、教授。いやでもね、記者はね、決まってるんだよな。記者は…なんで構成作家いる全部決めてるやん。決めていいよ、じゃあ俺。決めていいよ、じゃあ俺。なんか増えてないじゃあ俺が決めていいじゃん。いいよいいよ、彼が決めるでいいんじゃない。いや、ローレン記者だね。オッケー、オッケー。またですね、そのキャラクターシートに、まあ、何したとか、まあ、いろいろあなたの目的とか書いてあるんですけど、うん、もうそのまま書いてある文を読むと、はい、嘘ついてないって分かるじゃないですか。なんで書かれた内容を一回読み込んで自分の中で必ず言い換えてください、自分の言葉で。で今回、皆さんミッションがあるというのはお伝えしたと思うんですけど、ミッション内容をそのまま伝えるのも控えてください。ふわっと匂わせるっていうのはまあ問題ありません。そんで、この作品はですね、全員嘘をついても大丈夫です。ただし、はい、あまりにも突拍子もない嘘をついてしまうと誰も何も分からず真相も推理できずゲームがぶっ壊れるので程よい嘘でお願いしますはいはいはい、 OK です。はい、そして今回の一番の目標は皆さんが楽しむことです。お、皆さんと私で私たちだけの物語を紡いでいきましょう。おーい、ということでこのプロローグいいですか、読みますよ。いきます。狂気山脈、うん、南極大陸の最奥地に座する未知なる漆黒の峰々。近年発見されたその山脈は最高高度が標高1万メートルを超えるというエベレストをはるかにしのぐ新たなる世界最高峰であることが明らかになった。多くの登山家や未知の探求者たちを引きつけたその山は、しかし気候の苛烈さや踏破の困難性からほとんど人を寄せつけぬまま、未だその多くの部分が神秘のベールに包まれている。そんな中、一つの登山隊が世界最高峰への登頂を目指しその山に挑んだ。そこで彼らはかつて消息の途絶えた狂気山脈最初の挑戦者たち、第一次狂気山脈登山隊の見るも無残な遺体を発見した。
遺体の状況はその死が単なる遭難事故などではないことを物語っていた。帰還した登山隊の報告を受け、その遺体の異常性の謎を解明すべく狂気山脈の調査登山隊が結成されることとなった。各分野のプロフェッショナルを招集した計6名による少数精鋭の集団だ。私がこの登山隊の隊長を務める、河川だ。南極極地調査隊に長年籍を置く極地調査のプロフェッショナルだよ。私は雷神です。山岳地帯の踏破やルート開拓のために招集されました山岳踏破の専門家となっています。私はローレン。ねえお前ずっとそれで行くんか。めちゃめちゃヨボヨボじゃねえかよ。なんてよ登れんのか1万メートル1万メートル登れんのか。壁地や極地などサバイバルを伴う極地な極地真実を届ける役目がある。私はレイン、隊長と同じく南極極地調査隊の一員。現地調査はもちろん隊員のサポートなど調査運営業務に幅広く尽力させてもらう。私は医者のクザです。調査隊サンタンズの人はメンバーのメディカルケアを担当します。心配だなメディカルケア。この人私は教師。平均年齢高すぎるよ。無理よ。ちょ待って、俺介護士じゃないぞ。老人ホームだ。老人ホームだ。私は介護士のクザです。1万メートル無理だろ。さあ、苛烈な気候条件の中、なんとか、標高5000メートルまで、到達した登山隊を待ち受けていたのは、これまでとは比べ物にならない吹雪だった。足止めされキャンプで朝を迎えた登山隊の一行、そこで彼らは信じられないものを目にすることになる。みんなあれを見てくれ。崖下にいるのは隊長だった。落ちた時の衝撃によるものだろうか、獅子が荒の方向にひしゃげている。その光景を見た誰もが察していた。彼はもう再び動くことはないのだと。事件か事故か、誰を何を信じるべきか。この惨劇の黒幕は一体何を求めているのか。誰が呼んだか狂気山脈、雪に隠された道はどちらに続いているのだろう。ということで皆さん、おわー、河川さんが死んじゃったか。 5000m で河川さんが死んだ。あ、隊長いなくねって言って崖の下見たら俺グニャグニャになって死んでました。いや、万人みたいな形になってたってことでしょ。万人俺は医者です。私は先進的な脳神経系の研究を専門としている医者。ほー、肩書きも多く持ち、その分野の権威、そして同時に異端でもある。ほう。人の記憶や意思が臓器移植や輸血によって移るという例をいくつも見ているが、医学的な説明はついていない。あるよね、そういうの。心臓移植したら、その今まで食べなかったものを食べたりとか、今までやんなかったスポーツやりだしたりとか。人の魂はどこに宿るのか私は知りたかった。ある日のこと、狂気山脈で登山家により発見された異常な死体、まだ公表は避けられている事件だの情報を知り興味を持った。首がない死体、その首の傷口が滑らかであるというのも目を引くが、何よりその断面の神経が驚くほど綺麗に残っている。優秀な外科医のオペでもこうはならないだろう。まして屋外となれば不可能に近い。この異常性には今のところ私しか気づいていない。そんな折、学生時代の友人である隊長が相談を持ちかけてきた。昔なじみの彼とは言いづらいことも言える気の置けない仲ではあったが、それでも彼が真顔で聞いてきた。死体から記憶を取り出す方法はないかという突飛な質問は私を大いに驚かせた。彼は例の死体の真相を探る調査隊を結成することになったらしい。狂気山脈からは同じような死体が他にも上がる可能性がある。私は運命のいたずらに感謝し、フィジカル、メンタル両面のケア要員として名乗りを上げ参加することにした。念のため隊長と友人関係であることは他の隊員には伏せてある。市場が入ってはやりづらいこともあるだろうという配慮だ。脳神経系の研究専門ね。まあでもいろんなことができる医者と、そして同時に異端でもあるっていうのがこの魂についての研究みたいなのもしてると。死体から記憶を取り出す方法はないか。いや、なんかあるな、これどういうことだ。首から上、その断面図がクソ滑らかな死体が興味あるんだもんな俺は。ゾクゾクするじゃないかってことだよね。まあ傷口を治したりもあるし、いやもうみんな頑張りましょうっていうのをやるのね。でも隊長が死んじゃったから
友人の頼みであった記憶を取り出す方法をやっぱ探求すべきだろうな。医者としても自分の興味的にもね。楽しみだなこれ。来ました来ました来ました。おもろい、なんか来たよ。事件当日のあなた、その日の体調は明らかに調子が悪かった。フィジカル面での心配もあったが、言動も少々危うく、このまま登山を続けても良いのか思案していた。私は知っていたのだ。彼が極み高所に耐えられる肉体ではないことを。日々の診察メモを見返しても急速に悪化しているように思える。ひどい吹雪によってテントにこもることになったので、念のため医療道具一式、これ持ってるっていうことなのかな、カッコついてるってことは。医療道具一式を持って隊長のテントを訪れた。その日のミーティングで記者と衝突してトラブルを起こしていたので心配していたが、記者ローレンだ。今はもう気にもしていないようだった。雪を溶かして入れた熱いコーヒーを二人で飲みながら話をする。カップを手に彼は山の頂へ向かう。自分の姿を想像し高揚していた。他の隊員には秘密にしているが、実は狂気山脈へ挑むのはこれが2度目なのだと彼は私に打ち明けた。え、山の全容を知るための鍵だというペンデュラムを見せながら、決してその手から離そうとはしなかったが、語る彼の姿は熱に浮かされているようであった。体のことは心配だが、今止めても逆効果だろうと考え、私は彼のテントを後にした。え、なんかちょっと怖いな。なんかね、山に見入られてるっていうか見せられてるよね。だが翌日、彼は崖下で遺体となって発見された。今は友人の死を尊むばかりだが、もしこれが事故でないなら隊長を殺した犯人を探したいと考えている。しかし隊長にばかり気を取られていたが、もしかしたら他の隊員も我を失っている、つまり発狂状態である可能性がある。私は改めてこの山の名を思い出す。願わくば私は私のまま彼の見られなかった景色を目にしたいものだ。発狂状態。ミッション、首のない死体の謎を解き明かす。生還する。隊長殺害の実行犯を追う。うわー、ボーナスミッション、スキルで発狂者を確定診断する。スキルがあるの俺。あなたは犯人ではない。あなたと隊長が友人であることは他の隊員には知らせていなかった。彼との関係や彼からの相談内容について開示するかどうかは自由だ。入山後の隊長の精神は明らかに異常だった。彼と同様に精神に変調をきたしている人がいる可能性がある。注意しよう。スキルカードは譲渡不可、崩壊することで効果を発揮する。スキルの効果が発動するのは崩壊した瞬間の一度だけ、密談時にのみ使用可能。このカードを崩壊することで使用を宣言。目の前にいる相手が発狂状態であるかどうかを知ることができる。なんかちっちゃく書いてあるな、なんだ。極限状態にある人間は時として自分も知り得ぬ自分に飲み込まれる。十分な知識と技術、そして時間があれば相手の本質を見極めることができる。密談っていうのがあるんだ。だからこいつおかしいなっていうやつにしっかり使わないと、これ俺が隊長の無念を晴らさないといけない。はい、あの右上のミッション計10点自由に割り振ることって書いてあるんだけど、これ10点をちょっと3つに分けてほしくて。あー、自分でこれができた時に、5点4点1点とか、そう10点1個に全ベッドとかはなし、うん、なし、最低1点は振ってください。なんで最高8点かな。 OKOKOK。 どうしようかな。生還はしたいんだけど、殺してくるやつとかがいいのかな。でも隊長友達だしな。まあでも生還は5点にしようで、残り5点だから2、2、5、3でいくか。皆さん、ちょっとこの画面を使ったルールを説明するので聞いてください。はい、はい、はい、まあ、これからいろいろ調査したり会議したりして、うん、まあ、推理と投票を行ってエンディングというのが大まかな流れになってるんですけど。なるほど、うん、それぞれこのメインのフェーズではですね、調査を行って情報をですね、カードという形で取得することができます。その際、マーカーが置かれているカードは誰かの所有物として扱う。この山 5000m ってところにハテナのマーカーを置かれているの分かります？効率無縁、 5000m 以下は吹きさらし地形、現在ひどいブリザードで移動不可ということで、皆さんも降りれません。うわあ、移動不可。で、調査を行うときはマーカーをこういうふうに置きます。こうやってマーカーを置いて、それがあなたの所有しているカードになります。なるほど、登山家のものなんでね、探索カードは。はい、真ん中に山っていう列があると思うんですけど、
調査の時は、すでに誰かが調査した標高以下に配置されているカードしか選択することができません。なんで、誰も6000いかなかったら全員一番下の段しか調査できません。いや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 、そんなはいはいはい、なるほど、ね、そんなこともあるか、うん、そういうルールね。はい、で、7000m とかまで行ったら、うんうんうん、もしここの登山家6000とか登山家5000が、空いてなくてもいきなり 7000m 調べてもいいです。今ですね、殺人事件が起きたところでお互い警戒し合ってます。キャラクターの情報カードはそのキャラクターの持ち物や隠したい情報が入ってます。なるほど、ね、なんで自分で自分のことを調査することはできません。なるほどなるほど、隠したい情報がここには入ってます。そしてですね、条件が設定されているカードが存在します。上の方を見たら、EX アイテム A だの、神秘の陰徳だの、狂気の洞察だの、あの分かりますか、8000m ぐらいのものなんですけど、おうおうおう、これはですね、神秘の陰徳と狂気の洞察に関しては、これ8000m 以上のところにあります。まずかつ、このカードの表面に書かれている条件を満たさないと選択できません。逆に競技の洞察って、はい、なんか変なマークついてるカードが3枚公開されていればみんな取れるみたいなことあるんですか。早いもん勝ちかな。そして EX アイテム AB あると思うんですけど、これは調査できません。あとは、デスゾーンっていうのがあると思うんですけど、8000難所ある、あるあ、はいはいはい、これは、2人じゃないと登れません。バーディーか。はほなら、ソロ調査の方に行きますか。バラバラに皆さんが調査を行っている状態になります。皆さん、点数の配点をしましたよね。はいはい、はい、こちらの一番上のミッションに何点を振ったのかで、行動順が決まります。はぁ、おもろい。一番最初登山家雷神さん、うん、次が、レインさんと釈迦さん、2人で手堅く言ってますやん。その都度話し合うか何なりの方法で順番決めてください。その都度、そうなるんだ、はい、その都度決めていいです。おもろ。その次記者と医者、ローレンさんとクズハさん、その都度、その都度を決めてください。オッケーオッケー、一緒だ一緒だ。なんかどっちも先に行きたい状況だったら、うん、俺が必死そうな方を先に行かせます。じゃあサイコロしたいわ。こいつ必死やんってなったらさ、いや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 、その都度決まらなかったら、じゃあゲームマスターに決めてもらおう。はい、それでバラバラにいろんなところを探しに行くんですが、これからはい、みんなでこのオープン無線につないでる状態になってますので、会話が可能なんですが、はい、密談したり、その1-1で話したり、うん、カードを渡したりということはできません。それでは行動順に従って取りたいカードを選んでいきます。はい、一番最初の登山家の雷神さん、どこを調べに行きますか。はい、私は、まあ、山に登りに来たので山に登ります。じゃあそこにマーカーを置いてください。はい、置きました。俺先にいいんですか。はい、あ、お先にどうぞどうぞ。じゃあ教授な、それはひしゃげ河川、ひしゃげ、教授ひしゃげてんの気になって。ああ、ではお次は私ですね。ではこの辺りを探索させてもらおうかな。 5000m 付近。次は記者と医者、どちらが先に行きますか。私彼女。では私から行かせてもらいます。私から行かせて。では私から。顔赤いですよ。顔赤いですよ。記者さん。記者さん髪まで赤いよ。顔だけじゃなくて。顔だけじゃなくて。まずは探索させていただく。おいこら。ここは私が先に行かせてください。みんなの安全を守るものとして、私こそがふさわしい。ドクターサーシャとしてあなたたちのメンタル面とフィジカル面をサポートさせていただきたい。医学はここじゃ通じない。医学はここじゃ何の役にも立たない。そう話にならない。判定。じゃあ記者で。まあいいですよ。私はじゃあここを探索させてもらおうかな。ふり。皆さん起きましたよね。ここから5分間計測するので、カード確認して、自由にこの5分間皆さんで、話すことができます。また、うん、その、見たカードをですね、全体に開示することもできます。はい、用意スタート。なるほど。私の目的とはまだ程遠い。では公開がないようだったら私から
5000メートルの探索をしたところ、どうやら死体の状況がはっきりと分かってきたようで、こちらを皆さんに。何？刃物？刃物？どうやら隊長の死は事故ではなく人為的なものと言えるんじゃないでしょうか。失血死ですって。左手首に何かを巻いていたってお医者さんが巻いたりしたんじゃないですか。これ何ですか。巻くってどういうことですか。あなた闇医者ですもんね。それそんなのブラックジャックじゃねえよ。治療でお金をもらってるんですね。まあ皆さん何を言ってるんですか。まさかそんなやつが。あなたこそ芸能人のゴシップばっかり引っ張抜いてこんなところで言い争いをしてもしょうがないじゃないですか。皆さん何か分かったことは他にないんですか。登山家の雷神さんは山の様子などは大丈夫そうですか。山ですからね。ここは山はやっぱこういうものですよ。わいわい。うーわ。あっちって。ああ。いやいや無線は。ああ。教授などは被害者の様子から何か分かるようなことは。いや確かに教授こそ分かるじゃないですか、死体の。見たんです。まあこれ全然私出せますよ。どじゃあ出してくださいよ。もうせっかくなら情報共有したいんじゃないですか。はい、おっと、はい、なんだこのマーク。このマークはまさか。おお、なるほど。何ですかこれ。徐々に意味不明な記述が増えていく。ちょっと怖いですね。そして左手に何かを巻いていたと。なんかスピリチュアルな感じがしてきましたね。なるほど、ありえますね。記者さんあれですよね、なんか結構隊長と喧嘩してましたよね。彼は私が信じて追ってる UMA の存在を否定した。それで口論になってしまっただけだ。口論になって突き落とした。刃物でな。うーわ、刃物で突き落とすって。記者さん、あなたもしかして。あなた、その時の証拠があったんじゃないですか。お医者さんは何か見つけたりはしてないんですか。別段おかしなものは見つけてないですねでは見せれない人たちは2人ということで、まあ、見せれないってことはないんですけど皆さん聞こえますか。皆さん聞こえますか。あ、変な声。このままじゃ拉致が開かないですよすいません皆さん、雪山での調査活動というのは時に危険を伴います、はいはい、ここではですね、皆さんパートナーと一緒に周辺を調査しましょう。2人きりでいる間に周りに聞かれたくない話をしておいてもいいかもしれません。これを密談と言います、残りのプレイヤーの皆さんはキャンプで待機となります、待ってる間皆さん無線つながってますので3人で自由に会話していただいて構いません、うん、密談やカードの譲渡はできませんけども、3人で待ってる間にカードを公開することはできます。では、行いたいんですが、バディ調査、1人ずつ行くんですけど、3分になってます。で前半でですね、これ2回やるんですけど連続で同じ人は選べないことになってます、手順なんですけど最初に、今回だと雷神さんが一番最初なのかな、手番の人が、一緒に行きたい人を選びます。で一緒に行きたい人を選んだらどこに行くかを次決めます。で、それはどこに行くかは2人で相談して決めてもらっていいんですけど、はい、最終的にどこにするかは、手番の人が決めてください。で、その場所を調べに行くときはマーカーは手番の人が置くんですけど、うん、2人で調査に行って両方ともカードの中身を見てください。拾ってパートナーの人がちょそれくんないっつって、あいいよっつってあげてもいいです。うーん、なるほど、はいはい、もちろん他のカードをあげたり内緒の話をしたり、相手にカードを見せたり、してもいいです。で、前半で2回バディ調査します。同じ相手をパートナーにはできません、なんでかっていうとですね、事件後ずっと同じ相手とだけいるとですね、隊員の間でちょっと疑心暗鬼が深まるので、みんなでそういうルールを決めました。誘う側が、違うんだったら組み合わせが同じでも構いません。なんで、登山家が記者を選んで記者が登山家を選ぶというのは問題ありません。ただ、後半にもまたバディ調査やるんですけど、その時は同じ人選んでも大丈夫。よし、じゃあ調査員のレインさん、ああ一緒に探索しましょう。私ですか。いいですよ、もちろん。一旦 6000m の調査に入りたいと思うので。さすが登山家。さすがだな。ここを見ようと思います。お供しましょう。
さあそれでは密談1にお願いします。ああじゃあもうこれはここがだから今無線状態です、ね、無線状態だよね。いやでもやっぱ記者のあなた信用ならないですよ。それで言ったらお医者さんあなたも怪しいですよね。公開していないカード、まあしてもよかったですけど、いや全くやましいものじゃないです。ただこう人が死んでるこの場でこれを出すことでもしかしたら何か起こるんじゃないかってこう医者のね心配から来てるものです。みんなを案じて出していません。これはみんなのためにってことですよね。みんなのためにです。隊長と登山家と記者の方が喧嘩してたんですよ。隊長と登山家が喧嘩してたんですか。そうしてたのよ。記者とも喧嘩してた。記者とも喧嘩してたのよ。まあでもまあ登山家さんのことをかばうわけではありませんけど、やはり体調はおかしくなってましたね。精神的におかしくなってったんですね。さあ皆さん帰ってきました。ああおかえり。おかえり。何かありましたか。いえ特に何もない。何もない。そんなわけがないじゃないですか。行動順2番目どちらが行きますか。いやどうぞどうぞ教授。あいいですか。じゃあどうぞどうぞ。誰と行きますか。記者さん連れて行っちゃおうかな。落としいですか。いいんですか。はい探索かな。行きましょう。いや寒いですね。いやお二人ともお帰りなさい。まあ、先ほども話してたんですが、二人で調査員の方と今回お医者様はこちらに何しに来られたと。まあ皆様のメンタルだとかフィジカルだとか山は危険が伴うのでそういうケアをしようということで、まあ、やっぱり危ないので、ね、にしてもこんな危険なところにわざわざついてこられるなんてよっぽど何かしたいことがあったんですかね。いやもう医者ですからね。それはまあもう今は亡き隊長に聞いてほしいなって感じですけども。しないじゃないですか。ブラックジョークですかね。いやまあでもお互いを信用するためにはやはり自分が得た情報などの共有は必須かと思われますけどね。一つだけわかるのは見せてない方は信用できないというそれは間違いないですね。あ戻ってきました。次は調査員レインさんですね。そうですね。じゃあ私はお医者さんと一緒に行こうかな。どちらに行かれますか。教授に関して気になる点があるので一緒に調べに行きませんか。教授落ち着いてください。はい、じゃあまずは私から。え、ちょっと待ってください。これは神話。この教授地質学とか言ってましたけど何か別のねえ、しかもなんかついてますよ。これはこれはこれはでも混乱を招くと思います。これを言ったらみんなに。確かに一旦伏せておいた方がいいと思います。良さそうですね。これちなみになんで教授のことを。いややはりちょっと教授に関して気になる点がもともとあったので私は。なんか先ほどからちょっと石だのなんだろうなんかね怪しい発言が非常に多いですよね。スピリチュアル手に巻いてたでスピリチュアルって言ってましたからね。別の目的があるかもしれませんね。これは左上にある手帳ですか。教授自身が発見した手帳にも何かこれと関わりがありそうな内容が書いてある。うん教育かなり古い記録まで残っている。この手帳が欲しいがためにっていう可能性もまあ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 可能性の一つとして全然見れるんじゃないですか。ある意味教授を泳がせた方が。そうですね。このまま調査を続けていきたいところですね。一旦は伏せておきましょう。手には見えますが帰ってきました。あれなんか公開されてね。これはじゃあ全体公開で 6000m の情報が2つ出ました。はい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 。まあどっちから行きますかね。さっき僕からだったんでお譲りしますよ。いいんですか。いいですよ。じゃあ記者連れて行きます。まあやっぱ医者として被害者の状況は見ておきたいので。ええ被害者の5000行きますか。それでは密談1に移動してください、ええ、3分間です、はい、何これはひどい。見ました。見ました。そうですね。あのちょっと
裏返すの。あの俺が見ようとすると一人ずつ裏返しちゃうから。まず俺から見させてください。落ち着いて落ち着いて。岸田さん。はい。なぜ呼んだかというと、はい。口論してたって。このままじゃ疑われますよ。教えてください。何を口論してたんですか。え、僕は本当に。UMA について隊長と話して。本当に？え、それは本当です。それについて彼がそんなものは存在しないというふうに熱く言ってきたので少し嫌になってしまったという、はい、なるほど。ちなみにお医者さんは教授の何を知ったんですか？いや、まあ狂気足りえるものだなってものが入ってただけです。ただの登山道具ですけどね。これを出すときはみんなに出します。何？切るものではなかったです。それは本当ですか？本当です本当です。信じてください。あなたには謎が多すぎる。ここに来た意思もわからない。みんなを安全に殺虫どけよ。なぜ山なんだ。終わりです。帰りましょう。はーい。なんで山なんだ。うわー。それでは記者のローレンさん。じゃあ調査員さん。ああ、私ですね。どこにしました？医者6000名。はい、わかりました。それでは密な位置に移動してください。はい。何か新しい発見ありましたか？何も。そんな教えれないようなことがあるんですか？犯人を探したくない。いや、でも心配というか信用できないですからね、二方とも。え？今のところ公開してない情報はないですからね。私もですよ。そうですよね。そうですよね。な、そ、まあ、そういう意味では我々今一番信用できる2人じゃないですか、この中で。そうなんですね。公開しているという意味ではね。はい。じゃあどっちか見せますわ、うん、被害者か教授か。被害者の方で。教授ですね。じゃあ、いや、被害者の方を見せてくださいよ。教授ですね。犯人に繋がる情報があるかもしれないんじゃないですか。被害者についてちょっと知りたいですか、ね、そうですよね。わかりましたよ、はい、出しますからね。いや、でもこうなんだろうな、医者としてやっぱこう被害者のこうプライベートなあれを公表するってのもどうなのかなっていうのがありまして。時間稼いでませんか？稼いでないですよ。これは稼いでないですよ。じゃあもう見せないんですね。見せます。じゃあ見せてくださいよ。こういう体質だったみたいです。ちょっと待って。なるほど、うん、これはんという感じでして、やっぱ医者としても。え、でもじゃあなんでここに来たんだっていうそうですよね。そうなんですよ。混乱を招くなと思って私は隠したかったんですよ、うん、さあ皆さんそれぞれバディ調査を終えられました。それではもう一度ソロ調査になります。登山家さん、次はどこ行かれますか？あのですね、決まってるでしょ。山だったら登るんですよ。人が死んでるんですよ。なんでそんなに山に登りたがるんですか？あ、じゃあ他の人ちょっと調べてみますか。すみませんでした。登りましょう。登りますか？登ってください。じゃあ一旦山だけ登ろう。それでは次、調査員さん、教授さん、どちら先に行かれますか？いや、どうぞ。まあ、さっきからずっと先譲られてるんで、じゃあ先行きます。では記者さん、医者さん、どちら先行かれますか？僕でいいですか？いいですよ。じゃあ私は探索しましょうか。まあ山についてばっかですね。医者さんです。私は UMA を追ってます。これの邪魔しないでいただきたい。どこ行きますか？そうですね、お医者さん、どこ行きますか？教授についてもっと知りたいです。俺のこと知らない。いや、教授待ってください。待ってください、教授違うんですよ。それでは皆さん、カードをオープンしたら5分間になります。それでは調査を開始してください。見てもいいですよ。まあ前回と同じですかね。まあここで一旦、まあ第登山隊の発見を前回ここでしたんですけども、2回目、まあ、それがまだ残っていますね。2回目なんですね、登るの、うん、私は前回ここまで登ってきて、この死体を発見して報告のために戻って、まだ登りに来たという。我々は第3回目ってことですか？そうですね、回数的に言うとそうなります。皆さん調べたみたいですけど、何か新しい発見ありましたか？僕ちょっと公開ですか？バディ調査でちょっと見つけたものなんですけども、こちらです。医療道具、まあ、それは医者ですから、メス、うんうんうん、でも現状刃物が見つかってないんですよ。しかも左手に巻かれていた跡っていうのが、もしこれ止血帯なのであれば、これは打火道ですね。ん？
なんすか、まあでもお医者さんですからね、持ってて当然といえば当然、ね、いやそうですよ、これがないとみんなのことを助けられない場面も出てきますから、うん、どうですか秋田さん、ユーマは見つかりましたか。いやユーマに対する情報がまだ足りませんね。ユーマを見つけたいから探索いっぱいしてるんですね。ええ、そうです。この山にユーマがいたという情報を手に入れてきたんですか。私はあの前回のあの山岳隊のあの遭難、それもあのユーマのせいだと思ってるんですよね。まあ未確認といっても、まあどういったものを、それを調査してるんですよ。全くあなたはさっきから何を言ってるんだ。そんな不確定な状態で来たんですか。いやだから面白いメートルの山に。だから面白い。まあでもこの首のない死体なんかは怪しいですよね。まあ少し奇妙ではありますけどね、首のない死体、ね。皆さんもうお時間ですから、バディ調査に行きましょうよ。登山家雷神さんから先ほどとは違う人でお願いします。今回は教授をちょっと連れて行こうかなと、まあ、一緒に登ってる人の中に出陣犯がいるかもしれないと思うとちょっと怖いので、まあ、一旦ちょっと医者の方ちょっと一旦見させていただこうかなと思います。はい、道具で私が疑われてるのは分かってます。ええ、その通り。いつか話さなきゃいけないなとは思ってたんですが、まあまあ、ええ、隊長とは実は知り合いだったんです。おお、これは筆が走る。なるほど。隊長に頼まれて私がこの登山隊に参加したんですよね。実はその友人を私が殺すってどうなのかなみたいな。あの世の中の殺人は全部9割ぐらいが身内とかによるものですよね。記者さん詳しいですね。さすが記者さんですね。いやでもそれみんなのためもあってなんですよ。市場が入ってはやりづらいなっていうのがあって。 お次どちらにしますか、教授か調査員か。調査員の方さすがにお先どうぞ。 ありがとうございます。じゃあ私は登山家さんと、これデスゾーン登れるんでしたっけ。2人なんで登れます。山登りますか。一旦じゃあ山登りますか。あ、山登りますか。山登りますか。おーやばいなマジで、はい、いいですね。てかこれすいません、8000行ったんですね。今デスゾーンに向かいましたよあの二人。ええ、狂ってるんですよね。じゃあ俺これ教授、教授、教授ミュートで言うやつじゃないこれ。教授はないんですか、その隊長とのなんかその過去というか、本当に初対面なんですか。なんかなんか彼がこの山の土を持ってきて、この土変じゃないですかみたいな。あー、うん、なるほど。それでじゃ調べましょうということで今回一緒に来たんですよね。うん、さあということで次はあなた誰、教授。教授お願いします。すいません、このタイミングで公開しても大丈夫ですか。はい。じゃあ公開させていただきます。腕時計です。そして私は神秘の陰徳へ向かいます。誰を連れてきますか。ちょっと誰と行きますか。ちょっと10秒ください。え、マジでむずいよ。いやこれね、連れて行くのが登山家です。はい、お願いします。ぜひこの神秘の解明を。いや任せてくださいよ。何があるんですかね。いやー分かんないです、ね、何ですかね。陰徳、あなたの腕時計ですよこれは。私の腕時計なんですけど。一言です、あなたの腕時計じゃないですか。私の腕時計なんですけど、これ私の兄の片身の腕時計です。はい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 。調査員さんは隊長とはどういったご関係なんですか。うん、そうですね、私は第一位登山隊の後にこの調査に隊長と共に一度訪れてはおります。でこの腕時計もその時に手に入れたものでして、ここに首のない死体というのがあるんですが、ええ、これが私の兄で、はあはあ、で私はその時その第2回の登山隊の時に現場の状況的に兄の遺体を下ろすことができず片身だけを持って降りたんです。なるほど、第1回の死体を、なるほど、まあ山の調査およびこの兄の遺体を山から下ろすことを目的として同行させていただいて。なるほど、奪われて神秘の秘匿とやらに向かわれたんですか。そうですね。とんでもない神秘の陰徳、さらにその先へと見入ってませんかね。なんか教授やばいですよね。さあそれでは医者か記者か言っていいですか先に。いい、どうぞどうぞどうぞ。一旦、うん、教授連れて被害者7000行きたいです。
荷物の中に3本の筒が隠されていた。うち1本には人間の脳が入っている。これすごいですよ。お医者さんは脳に精通しているわけではない。一応脳外科医の専門でやらせてもらってます、はい、おーなるほど。ただあまりにも、何ですかこれ。ちょっと待って、質問したくてあなたを実は連れてきたんです。はい。神話とかそういうものを調査しに来ました、あなた、もしかして。まあそうですね、はい、ちょっとスピリチュアルな神話的、まあ、またはまあこう神秘的なもの。それで神秘の陰徳に強い興奮をだと、はい、ちょっと時間になりました、上戻りましょ う。さあ、ね、ということで第5話記者の方、誰を連れていきましょうか。じゃあ教授を連れていきましょう。教授すごい引っ張りだこだ。探索8000で、2で。いやー、どうでしたか。どういった状況でしたか。衝撃的なものが。衝撃的なもの。衝撃的。実は筒を発見しまして。筒3本ほど。3本。そのうちの1本に脳みそが入ってて。脳みそが、はい、いやだな、もう何を言ってるか分かんないと思いますけど、はい、落ち着いてください。登山家さん、落ち着いてください。あー、ちょっと山でも見るか。好きっすね。いや、現実逃避してる場合じゃないですよ。あの教授、もしかしてあの探索用のアイテムか何か持ってませんでしたか。お、持ってましたね。いや、ちょっと山を登るのに欲しくて探してたんですよ。欲しくて。私の持ち物を漁っていただければ分かると思うんですが、多分大量の登山装備が見つかるかと思いますね。大量の登山装備。大量。もしかしてなんですけど、その中に刃物なんてのは、あるかもしれない。まあ、じゃあ見ていただいて構いませんよ。全然調査していただいて。さあ、それでは、ここでですね、探索して、皆さんが集めた情報をもとに、全員で会議を行いたいと思います、はい。情報カードの全体公開や、カードの譲渡も、可能です。皆さん、はい、私は被害者 7000m を見ました。脳みそ入ってました。脳みそ入っちゃった。この山不気味ですよ。何か知ってる人いるんじゃないですか。集めに来てたんですかね。そういうことかもしれない。なるほど。あ、そうだ、皆さん、あともう一つ、私は隊長と友人です、実は。で、隊長も二度参加しているはずなので、それで登山家の方が俺に聞いてきたのかなって。途中隊長と知り合いかどうか。なるほどなるほど。はい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 。あの教授が持ってる腕時計なんですけど、それ私の兄の形見なんですよ。そう、形見はちょっと大事だとは思うんですけど、この盤面にあの刺さってる不思議な石、あ、これがですね、やっぱ地質学的に非常に興味深いもので、なので、まあ、その一応ね、あの大学に持ち帰って調査した後にお返しいたしますよ。いや、さすがに私が持って帰って、あの大学の方に、いや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 、持ち込むという形で。だからそもそも、まあ、腕時計のこともまあちょっと気になるところではあるんですが、そう、一つありますよ。記者の方が、まあ、山について結構調べているみたいなんですけど、確かに探索いっぱい行って全然ね、出てないですよね。何か見つかりましたか。とりあえず来たるべき時のために残してるもんはあるっす。私探してるものがあって、やっぱ登山装備を常に。それは本当にないです。それだけは本当にないです。登山装備、私の登山装備どこ行っちゃったんだろうな。登山調達するんですか。他の方がそもそもその調査されてないので。いや、まあでも登山装備というにはあれですけど、まあ一つ全体公開。あ、いいですね。まあ教授はピッケルを持ってはいますよね。おお、はいはいはい。ピッケル。ただこれ登山装備って書かれてます。いや、なんか山掘る用のピッケル持ってるらしくて。まあこれ採掘用って書いてある。いやー、ちょっとなー。でも登山家の方に協力しないと、これ山登ってくれませんよ。まあそれはそうです。それはそうですけど。ちょっと重要なことが一つあるんで言ってもいいですか。まあ、はいはい。これあの死体見分。したじゃないですか。はいはいはい。この左手首に何かを巻いていた跡が残っているって書いてあるんですよ。はいはいはい。これ調査員の方が持ってた腕時計じゃないですか。あーあああ、はいはいはい。ちょっと待ってください。つまりこれは兄の形見ではなく、これ隊長の形見じゃないですか。いや、でも形見、兄の形見をその
私も体調から移り受けてるので、そもそもだって渡されるね、その譲り受けたのであれば、この山登る前にもらえばいい話じゃないですか、腕時計なんて。それも体調との話で、あの山に登る際にいただいたということで。そんな山に登る際に渡したのか、まだ手首に残りますかね、跡が。まあというか医者の方、あのピッケルくださいよ。すごいピッケル欲しがるな。でもこれこだって怖いじゃないですか、あなた。確かに今渡したらソロ調査の時に山登ってくれますね、これ。そうですよ。まあ確かに我々のためにも。なんかみんなそうやって、なんかみんなね、登山家への信頼がすごいですね。風が強くなってきました。やばい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 。そろそろ全体会議の時間が終わりそうです。やばい、みんな出してないものはないですか。ピッケルだよ。じゃあピッケルは見せてるけど。じゃあこれ見せますよ、これ。これ何、見てください、これヘッドランプです。何これ。日の届かない洞窟を通る局面が増えたため、装備をしっかり整えた協賛企業の試作品で。いや連れてってください、後で。このピッケルでよからぬことをする可能性があるので、被害者は私。もう何なんですかその感じ。さあということで吹雪が訪れました。うやばい、皆さんの視界が真っ白に染まります。やばい。うわ、さあこれから、10分間、追加のカードがあるので皆さんにそれを配ります。はい、それでは皆さんこれから配ります。はい、いやむずいな、むずいな。どの情報でも情報を隠しちゃうな、めっちゃ初心者だから。うわー、ちょっと考えを整理するか。隊長を殺した犯人を探したい。発狂状態である可能性がある。入山後の隊長の精神は明らかに異常だった。彼と同様に精神に変調をきたしている人が誰だ。あ、てかカード配られてんのかな、これ新しく。あ、配られてるわ。氷点下60度、天候が急に変わり視界が真っ白に染まる。手を伸ばせば自分の指先すら見えなくなりそうだ。だいぶ高所まで来たこともあり空気が薄くなっているのは感じていた。局所の気候変動は覚悟していたが、一瞬で肺が凍りつきそうなほどの状況に息を潜めるしかない。この状況で下手に動かない方がいい。仲間全員が無事だと良いのだが、あなたに手渡される追加情報が。ないの？は？ちょっと待って、じゃあ もっと自分の読み込まないと。で、多分次のバディが最後になるからそこでスキル使わないとな。発狂状態がうんぬんつってたもんな。てか山に登れないはずなのに、デスゾーン以上に。でも山に登ってるってことは、首のない死体がここだから8000より上には行く気はなかったか。うわむずい、これ脳がちぎれる。死体の謎、まず死体の謎が人間がやったとは到底思えないっていうのと、だからもしかしたら記者とも仲良くなってユーマの可能性あんのかな。いや、ユーマなわけないよな、非科学的だ。じゃあ一人ずつ、質問コーナーということで1分ずつ、GM 面談をやっていきまーす。はい、じゃあクズハさんから。はい、はい、なんか聞きたいこととかあれば。フリーチェーンですか、公開は。例えばじゃあ俺の番、俺のソロ探索ですね、じゃあ公開してここ行きますみたいな。うん、ここは行けるんだ。はい、もうないかな、あとは。はい、あと20秒あるんで何か言ってください。うえー、見てるー。おい、いやむずい、マジで。ピッケルはあげたくない。ピッケルは怖い。だって登山家も記者も登山家も記者も情報がない。あと調査員も怪しいから、もう登山家と親睦を深めてから渡そうか考えます。はい、じゃあ上戻ってください。はい、これ記者がガチでユーマ探しに来てたかどうかが分かれば、もう決め打ちで調査員次バディに連れてってスキル打つか。だから記者か、俺が見るべきは。いやー、このどっちかが見てえなー。さあということで皆さん、霧が晴れてきましたね。お、皆さん大丈夫ですか。ああ、よく寝たもんだ。弱い、寝た？よく寝た。寒い、寒い。さあ、そうですよね、そうですよね。なんか記者さんすごいですね。寝ましたね。寝れた。吹雪も明けまして、皆さん、登山隊再び調査を開始します。手順は前半とは変わりません。行動順に従って調査に行きましょう。ではまず雷神さん、登山家から。まあ 8000m ちょっと探索しますか。探索登らなくていいんですか。登らないんですか。
いやピッケルがなくてちょっと困ってるんですよね。ああ持ってきてないんですね。なるほど、その登るための。そうですね。では私は記者さんを少し調べに。じゃあまあまあさすがにね誰も調べないっていうのがちょっとあれだね。おお、なるほどなるほど。ちょっと何を持ってるのかな。記者さん、記者さん、どっち行きますか。どうぞ。そう、あ、いいですよ、行って。いいです、いいですよ、いいですよ。いいですよ、いいですよ、全然行っていいですよ。いいです、全然いいです。いいです。私は何もあれなんで、本当に。じゃあどっちも行かないということで。ああ、待て待て待ってください。じゃあなら行こうかな、なら行こうかな、なら行こう。じゃあ私も登山家さん。次は記者選んだ。俺記者の6000選んだ。はい。これより5分間ソロ調査を行います。はい、どうぞ頼みてください。話し合いも可能です。うーん、あー、はい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 。ちょ、記者さん。はい、僕これどうですか、登山家さん。おおおおおお、これだ。そうじゃないですか。探してたんですよ。え、待って、登山家さん、これどうですか。ちょっと待って、登山家さん。ちょっと待って、これ登山家さんナイフ持ってるやん。ピッピッケル、そんないる。あ、でも登山家さん、ピッケル次渡しますよ、俺。はい、ありがとうございます。僕もこれよくわかん、なんて読むかわかんないですけど、あげますよ、これ。じゃあ普通に一緒に出していいですか、これ。ちょっと待って、記者さんの 7000m なんですが、まあこれ皆さん多分驚かれると思いますが、はいはい、あー、なるほどなるほど。記者さん、はいはいはい。私も記者さんの情報を公開します。ええ、なるほど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 。記者さん、あなたユーマ。ええ、ユーマは無線するんですか。記者さん、ちょっともうこれは俺も、いや俺はもう信じられないですよ。ちょっと僕も言わせてください。はいはいはい。記者さんが隠した探索 5000m 段階で見つかったもの、これで盗聴器でした。記者、なんで僕じゃあここで隠してたものをついに公開させていただきます。まずこれ盗聴器です。つまりこの記者さんが持ってる受信機、この盗聴器の受信機じゃないですか。これ見てください。ええ、どこに情報が落ちてるかわからないので、隊長には盗聴器、そして皆さんにはボイスレコーダーを仕込ませていただいてたんですけども、調査員さんと医者さんがちょっとそれはいなかったんですよね。いや違うんですよ。何をされていたんですか。もう話すしかないですね。実は何ですか。死体から記憶を取り出す方法はないかって隊長に誘われて、はあ、うん、それで参加したんですよ。そして隊長はみんなに隠してたことがあって、実は狂気山脈へ挑むのはこれが2度目っていうのをそこで会話してたんです。実はなるほど。そう、そして調査員さんなんか、はいはい、被害者の筒から出てきた人間の脳みそ、これがもしかしたら記憶につながるんじゃないかって拾ってた可能性があります。隊長は、調査員さんは長時間不在だったみたいですけど、何されてたんですか。私も隊長とお話をしに外しているタイミングが、しか登山家さんと記者さんにはお話ししてると思うんですが、私の片身のペンデュラムを私の元へ返してくれるようにお願いしておりましたね。そのペンデュラムは隊長のものだったはずだよね。隊長から腕時計とペンデュラムをいただくはずでした。時間が来ました。それではどうしようもないこともあるでしょう。皆さん、バディ調査のお時間です。後半のバディ調査は1回のみになります。誘う相手の制限もリセットされているので、前半で選んだ人をもう一回選ぶのも全然大丈夫です。さあ、それでは一番最初、登山家の雷神さん、まあ教授行きますか。教授なの。うーん、教授でいいんですね。教授なんだ。ではどこに行きますか。登ろう。山です。それでは今から3分間お二人は密談1に移動お願いします。陰徳組がよ。なるほど、ね、怪しいですよ。確かに陰徳怪しいですね。調査員さん、はい、ペンデュラムの話、ペンデュラムを探しているんですよ。不思議な石ってあるじゃないですか。この不思議な石がそもそもの兄の形見であって、これを加工されてしまって腕時計とペンデュラムに分けられてしまったんですよ。なるほど、それが2つとも片身と。まあでも私はちょっと私から言うと、このボイスレコーダー本当にだいぶでかい証拠で、その2人に今囲まれてる状態ですからね。私はちょっと、いや、それは友人の死ですよ。俺も犯人はまだちょっと分かるです。犯人を知りたいです。さんは隊長がその兄を殺して奪い、その隊長を殺して
腕時計奪ったんじゃないかなって思うんですけど、ボイスレコーダーの証拠もありますし、あなるほど、だいぶ黒いかなって思いますね。もちろんその、はい、何しに来たんですかこれ。私ユーマス。ユーマなわけないでしょ。ちなみにそれで言ったらペンデュラムってあるじゃないですか。教授にも言ったんですけど、ペンデュラム私も欲しくて、それなぜかというと、あの UMA はそのペンデュラムに惹かれるんですよ。 UMA はペンデュラムのいるところにいるんですよ。あ、お二方、なんだ、 9000m 開きましたよ。 9000m で何かが起きてる。狂気は伝播する。ある登山隊が極地に至った時、一人の隊員が突如豹変した。我を失った隊員は抑えようとしたところ、今度は別のものが狂い始めた。ああ新たに狂気を犯されたものは元の隊員は直に正気を取り戻した。あ、お二方、教授のスキルが、はい、クトゥルフスインは What? ボード上の全カードのうちまだ誰にも取得されてない任意の1枚の内容を確認する。確認後は元の位置にクローズのまま戻す。内容は口にしても構わないが、カードを取得したことにはならない。人知の及ばぬ神話的事象に精通した者の脳は、常人には論理の飛躍としか映らぬ予感めいたひらめきを得てしまうことがある。何何何、どれか一つを除けるってこと。次は一個公開したんで、 9000m の情報。いや、そう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 、大丈夫、次は大丈夫ですか。なんか狂気がうんたら言うて、教授はしたけども、教授は何ですか。あ、次は正気か、正気か、はい、あ、あれ、レインさん、釈迦さん、どっち行きますか。まあ、これ行かしてもらおうかな。じゃあ登山家の方を連れて、いただきへ。さあ、それではお二人はお店の位置に行きましょう。はい、あれ、ね、知らないところでめっちゃ進むって。なんだなんだなんだ、ちょっと待って。全体公開、これじゃあ今あの教授の 5000m の情報を皆さんに見ていただきたいんですが、いいです、これはもう今しかない。これか。大学大半がおぞましい神話的事象に関わる資料。いや、そう、教授は神秘的な何かを求め、教授は狂ってる。え、おかしいと思ってたよ。そしてその教授は今や頂きに向かってるっすよね。これあなたが探していたユーマは狂ってしまった人隊員たち。ユーマバカにしてはない。まあ、バカにしてはない。それはまあまあまあ、でも隊長と一緒。え、だから口論になったからね、ユーマを見て。あ、隊長にそんな言われたんすか。そう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 、ユーマ。それでは、調査員の方ですね、どちら行きますか。はい、では私は 9000m の探索に医者を連れて。それでは水谷市に移動してください。はい、大体何があるのかな。あるんですかね。おっと、これは、あえ、まあ、これは後で多分もうその公開しますね。公開します、多分普通に。彼らは自分たちの存在に光が当たることを恐れる。彼らは利用する人間を選別し、密談を誘いかける。そして十分な時間をかけて相手の心を覗き込む。え？さらに、はい、これを見てほしいんですが、死体があった位置は殺害現場ではない。引きずった後って書いてありましたもんね。詳細な検証により隊長が殺されたのはキャンプから少し離れた場所だった。記者、調査員、教授なら他の人に気づかれずに。あなたも含まれてるじゃないですか。もちろん私も含まれてるんですが、この場合あれがないんですよ。犯行に使った道具が、うわ、待って、出てないんですよ。でこうなるともう記者以外にはうわありえないんですよ、私の視点では。これを見るに犯行に及べたのは記者さん、しかも凶器も持ち、おまけに口論もしている。確かに道具まで。調査員さん、あなたは大丈夫なんですね。私は大丈夫です。そしてここから申し訳ないのですが、はい、ゲームマスターさん、スキルをえ、どうぞ。忍び歩き、これはまあある意味あなたを信用するために使わせてもらいます。水田の時のしようかの目の前の相手が所有してるであろうカードの名前を指定する。相手がそのカードを持っているならばそのカードを盗み取る。ちょっと、ね、何ですか何ですか。 ここにペンデュラム持ってないです。あー、 OK です OK です。でもただでもこれであなたがペンデュラムを今所持していないということが分かったので、私にとってはもうそれで十分です。待ってください、お時間ですので戻りましょう。分かったかもしれん。あ、戻りましょう。あ、でもまあ、さあそれでは記者さん誰と行きますか。まずあれ記者さんでいいんですか、順番は。
な、記者さんいいですか？お医者様？あ、はい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 。どっか記者先でいいんですか？じゃあさっき譲ったっけ。そうだよね、選んでいいよね。じゃあ記者でいいですか？いいですか？俺が先行きます。おぉー、ちょちょちょ、俺さっき譲ったんで行きたいですね。わかった、いいよ、じゃあ先行って、先行っていいよ、じゃあいいですか、いいですか。では記者の方が先に行きますが、よろしいですね。今日ちょっといいですね。いや待って、やっぱ俺行きたい。これコインにしてください、コインにしてください。コインってない、コインって、コイントする。あー、はいはい、オッケーオッケーオッケー、コイントする、了解、コイントする。表です。でお医者さんからになりますね。そうですね。誰を連れてきますか？せめて連れてって。うわ、誰連れてこう。教授連れてきます。九千探索。どうしたんですか教授、大丈夫ですか？何がですか？頂上行ったり神秘の陰徳だったり大丈夫ですか？うんうん、気分とか。気分？はい、気分は全然大丈夫ですよ教授。スキル発動していいですか？はい、本当にいいんですか僕で？はい、使います。精神分析。やっぱあまりにもいろんな神話だとか得体の知れない功績だとか、あと神秘の陰徳出したっけ、はいはいはい、とかもうあまりにもいろんなとこ行き過ぎてて教授の精神が心配です。はいはいはい、大丈夫ですよ。でドクターが教授のことを詳しく調べた結果、教授が発狂状態だということが分かりました。教授大丈夫ですか？教授大丈夫ですよ。お僕発狂状態なんか？直してください。あ、というか9000見ましょう。9000見ますね。はい、直してください。山の頂は神の座、本来は人が立ち入るべきではない神話の世界、地上で最もあの世に近い。教授、えどういうこと？俺死んでるってこと？いやいやそれは分かんないですけど、あとその 9000m は大丈夫でした？狂気症状とか。え、でも僕は姿消しちゃいませんよ。いますよ。え、頂上には何かありました？頂上は、え、あ、見ていいですよ。いいんですか？はい、僕これで心が現れました。はい、え、僕は本当に何が地質学調査だった、そんなこと。戻りましょう。何が石ころだと。ちょっと待って、発狂してるよね。心現れました。教授大丈夫ですか？大丈夫です。他になんか。さあということで最後は記者さんですね。記者さん誰と行きますか？はい、教授で。はい、教授なんだよな。行きすぎだ。え、ちょっと、いや僕ちょっと嫌です、行きたくないです。いや教授です。いや行きたくないです。いや教授です。いや行きたくないって言ってるのに教授が。ではどちらに行かれますか？だってもう行く場所が目的じゃな、もうほらもうどこでもいいんだもんこの人。ちょっと僕が殺されたら皆さんお願いします、彼を殺してください。いやそんな殺すだなんて。これ公開して狂気の戻ってきます。狂気の戻ってきます。これで星3つになりました。はい、え、俺も行くの？連れてってあげるよ。待って、なんか使ってない？もう一つ目の前の相手が所有する未公開カードのうち1枚指定し見せてもらう、相手は拒否できない。あ、でもそうか、見せてもらうだけ。これはあのちょっと何があったんですか？え、ガチでユーマ洞窟内壁画彫刻とならざる生き物が描かれた精巧な壁画。でもペンデュラムみんな探してないですかこれ？いや探してないですよ。登山家だけおかしいんだよなんか。でもね、あなたはおかしくないんですよ。おかしくないんですか？おかしくないんです彼。あの、私は山に登りたかったんで山に登ったんですよ。はいはいはい。で山に登り終わったんですよ。でもこれ教授帰ってくるといいっすね。さあということで、あ、教授生きてますかね？はい、はい、これでバディ調査終了になります。もう、はいはいはい、それでは次が最後の調査タイミングになります。登山家雷神さん、どちら行かれますか？まあ、登山員の 6000m 見ます。はい、まあ、どうぞ。ではお次は教授でいいですか？はいはい、俺は、はいはいはい。なんすか、なんすか。調査員が、あ、調査員先に行きたい。どうぞ。行きたいです、行きたいです、行きたいです。じゃあレインさんどこ行くか選んでください。ではお医者さんを。はい、それでは次は教授。俺すか、調査員。調査員、はい。あ、どうもどうもどうも。そしてお医者さん、記者さん、どっちが見ますか？でもここでお医者さんが登山家を見たら見れないから。一緒だよね。じゃあまあ物理的に記者。はい、わかりました。え、
それでは、これから5分間ソロ調査の時間です。もう道具いらないっすもんね。あ、これオープンします。これこの人こんなもの持ってました。ああ、まあまあでも登山するなら当たり前ではありますよね。ちょっと待ってください。縛られて、まあそう、まあ、こんなものもあります。雑誌記事が、失礼、自分だけにしちゃった、失礼。バルト寄りの紙面には消えた登山隊の話やな。記者さんのオカルト記事を、まあ、持ってる。マジでユーマ探しに来てないですか。え、そうですよ、まあ、それはそうなんですけど、記者さんのことをなんか嗅ぎ回ってた的な話ですか、これは。いやいや、単純にあの調査隊に来る記者ということで身辺調査を行わせていただいたんですが、まあ、身辺調査、じゃあ、これいいですか、はい、じゃあ記者の5000、はい、はい、彼デジタルカメラを持っていて、ええ、まあ、白い獣のようなものが映っていると。ユーマ、これユーマ、これユーマなのかなってかなってこれユーマなのかな、思ったけどどうなのかな状態で、あとはまあ登山家さんの 5000m はこれもう別に何でもないロープです、ね、まあ、ロープ、ね、ここにもロープが装備装備だらけで、あ、 60m か、長長いやじゃあ縛れないな。この人は本当に山登りに来ただけだ。一番頂上の景色オープンしてもいいですよね。いいと思いますよ。おおお、皆さんもうこれ見てください。いや、いい景色だったな。ただのいい景色。僕はね、心が洗われましたよ。でちなみになんですが、あのあれじゃないですか、あの狂気の洞察って何なんですかね。狂気の洞察はちょっと公開していいですか。じゃ あ、え、教授は渋ってるみたいですけど、これです。唐突に君の思考が本来繋がるはずのない断片情報を繋ぎ合い、君は人間が気づけてべきでないおぞましい真実に到達してしまった。この事件の黒幕はきっと人間ではない。おそらくこの体の中に寄生生物がいる。その正体が君の考える通りなら彼の弱点は強い光のはず。相手は狡猾だ。その正体を指摘できねばチャンスは訪れないだろう。あ、これ思ったんですけど、うん、デジタルカメラのフラッシュ。いや、そうだよね。え、でもこれ今お医者さんが持ってるってことですもんね。まあ俺が持ってる、これはお医者さんが持ってるからこれをでなんかできるんじゃない。あ、そういえばシャカちゃん発狂してますよ。してないいや、してます。いや、すいません、ここで、ソロ調査終わりになります。皆さんごめんって。皆さんこれでも全体会議ですもんね。皆さん最終会議やる。え、はい、ちょっと深まる疑惑に事態は最終局面に突入します。はい、全員で自由に会話を行います、はい、最終会議の制限時間は20分です、はい、このタイミングではカードの公開譲渡はもちろん密談も可能です、はい、ただし密談は1人につき1回のみ2分間だけ機会が与えられます、密談しなくても構いませんが、俺の代わりに密談権使っていいよみたいな感じで権利を譲ることはできません。また20分のうちラスト5分間は密談不可になります。それでは20分間スタート。教授、ちょっと待って仮にさ、うん、俺が発狂状態だとするじゃん、うん、はい、何がダメなの。いや、おかしい。殺したから発狂状態なんじゃないの。え、俺が殺したってこと。え、でも見て見て、9000m の情報を見てください、うん、はい、なんだこれ、まあ、もうめちゃくちゃ高いところによる狂気症状。うん、体調が死んだのって、何メートルでしたっけ、5000とか超高所になる前ですか、体調死んだのは。あ、確かに確かに。狂気の洞察についてさ考えたら、いや、多分今俺が持ってるこのデジタルカメラが武器になり得る。エンディングとかで役に立った。ちなみにそれで言うと、まあ情報を公開します。7000メートルのこちら、はい、これね、皆さんに見ていただいた死体があった位置は殺害現場ではない。詳細な検証により隊長が殺されたのはキャンプから少し離れた場所だった、うん、記者、調査員、教授なら他の人に気づかれずに近づけそうだ。あ、なるほどなるほ なるほど。これね、あの俺、僕はお医者さんの意見をやっぱ尊重したい。割と信用してるお医者さんと登山家の方、ほら、もし犯人確定でいくなら、発狂してるくせに。登山家の方はやっぱりひたすら登ってたじゃないですか。はい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 、うん、でお医者さんは診断してくれたりね。はい、そうですよ。医療道具を持ってたりね、うん、なんか優しさを感じるんです。いや、ちょっと待ってください、うん、神秘の陰徳についての言及は何もないですか。じゃあ公開しますね。はい、
はい、これ全然大丈夫です。僕が探してたこれ石です。この山に僕はこの石を取りに来ました。はい、どんな石ですか、はい、これ左上、はい、不思議と目が離せず誰にも この石見てくださいよ。ほら、感じる。もともと僕が持ってた、あの不思議な石ころみたいなのあるじゃないですか。それがこのインカーノライトのそのかけらで、僕はこの原石を探しにこの山に来たんですよ。あ、まあ、てか8000登山家これ何ですか、まあ、1回7000から見ていこうかなと思ってたんですけど、7000の教授のやつちょっと見せてもらってますか。何が出る、見たい。いや、先にそっちからでもいいですか。いや、その前に神秘とは何かじゃないですか。ここに 8000m のやつ公開しますよ。はい、はい、こちら古い写真となってまして、 7000m 地底で撮られたと思しき記録写真、隊長と調査員が一緒に写って、調査員で、はあ、筒状のものを死体に押し当てる手元の写真があるんですが、手元は誰なのか分かりません。調査員は第1回の調査で隊長と一緒に登ってると、第1回で私の兄が死に、そしてその後もう一度 第2回で一緒に隊長と共に登り、まあ、兄の死体までは確認できたのですが、当時の状況で兄の死体を下ろすことができず、今回首のない死体を、まあ、登山家さんに譲っていただいてはいるんですが、じゃあその腕時計はなぜこの時に回収しなかったんですか。単純にこの時は不思議な石を兄の形見として持って帰ったんですが、その後不思議な石をあの隊長が腕時計とペンデュラムに分けてしまったっていう形で、この時の筒状の話はちなみに私は全く知りません。この話は隣にいたのに、隣にいたのに、いや、もうこの時の話は知りません。記憶がない、知りません。私は渋ってもあれなんで公開いきます。はい、道子、あ、そうです、これです、これです。これの原石がインクアノライトなんですよ。なのでなんかそのペンデュラムっていうのが何なのかよくわかんないですけど、ペンデュラムが欲しいのであれば、僕が持ってるのはインカーノライト。ただね、あの記憶をねちょっと整理したんですけど、その、はい、白明石と UMA が惹かれ合ってるんですよね。なるほど。白明石と UMA が惹かれ合ってて、その情報が知りたくて、でその凶器の洞察にあるこの事件の黒幕はきっと人間ではない、おそらくタイの中に寄生生物がいる、で教授にが、UMA に寄生されてて、その意思であの白明石を取りに行ってて、だから発狂状態なんじゃないかなって思ってるんですよ。確かに発狂と寄生生物は同じと考えていいのかどうか。俺も知らず知らずのうちに発狂してたんで。ってこと？ 9000m には他に何があったんですかね。なんか山の頂は神の座で、本来は人が立ち入るべきではない神話の世界と。わからないな、なんだこれ。いやでも隊長を殺したのは記者さんだとは思います。いや僕じゃないです。現場材料だけで言うと記者さんがあの近づけて、かつ凶器も持ち、動機に関しては私が口論しているのを聞いているので、しかも怒らせるような全てが揃ってはいる。残り10分です。まあでもこの中に寄生生物がいる可能性があるんですもんね。まあ記者さんが怪しいのはそうだとして、登山家さんがあまりにも登山家すぎないかっていうのは、いや、そう、スキルなんかただ登り続けましたよね。ああ、私のスキル見たいですか。私ね、まあまあ登山家なんですよ。登山がすごくうまいんですよ。何しようソロでも取得できる。あの使ってないですこのスキル。ただ今寄生生物がいるとすれば、やはり教授、僕なんですか、うん、もしくは調査員さん。この寄生生物の問題も放置していくの良くないと思いますよ。狂気の問題で言うと、うん、怪しいのは記者なんですよ。うん、私ですね。だからあなたは隊長を殺したと思います、はい、私は。いいえ、寿司、寄生されてるのは教授なプロフェッサーな気がしますけどね。これあの一つ思ったんですけど、はい、9000m の真ん中、この1人まずクルーじゃないですか。その後、はい、新たに狂気に侵されたものはそのまま姿を消して元の隊員は直近正気を取り戻したって、これ寄生虫が移ったって考えられないですか。じゃあもともと雷神さんに寄生虫がいたってことですか。まあそういう、まあもしかしたらここの場のだけの話じゃないのかもしれないけど、だから何 も、 もいや だからそれで言ったら僕はあのそのまま姿を消しじゃないですか。いやそれがだから昔の話だと思うんですよ、これが僕は。で、まあ、話の続きなんですけど、この古い写真に写されている筒状のものから死体に押し合わせている手元の写真がある。これもしかしたら寄生虫の回収をしている
ものだとするならば、あの銀色の筒の中にある脳みそというのは寄生虫にすでに侵されているものを誰かに感染させようとした隊長が、と考えるのが、まあもしかしたらその脳をベースにそのなんていうんですか、ね、すると考えるのであれば、確かに。てかだから神秘の陰徳はこれ別カードですよね。これ見れないですか？あ、これ見れますよ。見せてくださいよ。はい。おお。石を通じ、頭の中に声が響く。呼び声に答えてたどり着いた先には一つ洞窟。その奥には暗黒を切り取ったような塊が。切り取ったような塊が。それがこのインクアナライズです。調査員さん、この首のない死体あるじゃないですか。なぜ兄の死体だとわかるんですか、これ。それはあの第2回で登った時に隊長と共に 7000m まで登り、あの私の兄を発見し、頭部は見つからないものの、私にはまあ家族ですからその人だということが分かったということですね。まあまあ家族なら分かるか。でその時点では首から下が分かります。いや分からないですよね。いやでも医療従事者の観点から見ても、だったんで、まあもしかしたら形状は残ってるのかもしれないですが、難しいとも考えますよ私は。ねえみんなさ、集合写真撮らん？え？カメラで。いいよ。え、そんなことできるんですか？そんなの。今できるのか。全然全然。できない。できない。できない。いや、嫌がる、嫌がるやつがいるかなみたいな。だったら持ってないデジタルカメラは。皆さん、終わりの時間になりました。さあ、それでは。まとまんねえ。皆さん個別のチャットでですね、黒幕に対して投票を行ってください。もう質問や発言等は控えてください。黒幕、この投票はですね、はい、誰かを排除するために、行うものではありません。3分計測するので3分以内にチャットで送ってください。それぞれのなんだ黒幕って、何黒幕ってどういうこと、この事件を引き起こした黒幕ってこと、わかんないな。でも俺記者な気するな。記者は誰かと共謀してる、この鉱石の正体がわかんないな。なんだ、いや調査員が怪しいな。調査員か教授が、いや殺したのは間違いなく記者な気がする。調査員にするか。時間です、投票お願いします。殺した人は別な気するんだよな調査員。いや待てよ、規制されてるんだったら教授か。いやせっかくの狂気っていうヒントがあったんだから教授にしよう。ローレンさんなんか配信落ちてるみたいなんですけど大丈夫ですか？大丈夫です。いきます。パソコン落ちた音質じゃない。スマホから入ってきた。1分待ってます。1分待ってます。パソコン落ちた。待ちます。はい待ちます。オーケーオーケー。寄生虫お前。いいですか？はい。調査登山隊はついに狂気山脈の山嶺にたどり着いた。ここがエンディングです。山嶺。標高13,363m、新たなる世界最高峰、現在の地球で最も高い場所、いてつく空気が肌を焼く中に5人は立っていた。この神の座で陰謀と狂気をはらんだ最終章の幕が上がる。さあ皆さん、エンディングフェーズでは、はい、自分の行動順が回ってきたら、はい、1人1回ずつ行動ができます。はい、これまでの調査などとは違い、ワンアクション数秒程度でできそうな内容であれば自由に行動が可能です。先ほど投票は誰かを排除するためのものではないと言いましたが、皆さんの投票の結果によりエンディングの行動順が決まっています。エンディングの行動順はクズハ、釈迦、雷神、レインブレイン、ローレンの順番で行います。まずはあなたたちは今狂気山脈の山頂に立っています。これまでの登山の中で様々な情報や証拠などを手に入れながら、分かったことや分からないことたくさんあるかもしれません。あなたが秘めていた目的は何だったのか、何を求めて山に登ったのか、今一度思い出してみてください。今ここにいるあなたは一体どんな行動を取るでしょうか。行動とは別に会話をすることは自由です。キャラクターとして、まあ、声を出して会話しつつ何か行動を起こす場合は順番に一つずつ処理をします。何も思いつかない場合は行動を破棄していただいても構いません。その時はどんな思いでそこに立っているのかを、おっしゃっていただければきっとみんなにも伝わるでしょう。それでは1回目の行動はクズハさんです。集合写真撮る？数秒で行えるものにしてください。じゃあ1人を一瞬なんですけど、
本当に一瞬ってことは一人取れるかなぐらいですよね多分。ほう、私はこの登山で寄生生物なるものを知りました。そして光に弱いと。シャカちゃん、写真撮らない。クザさんどうしますか。撮りたく。クザさんどうしますか。ない。発射。はい、シャカちゃんこっち向いて。頂上だよ。はい、チーズ。デジタルカメラで写真を撮るでいいですか。はい。強い光が幾度も宿主を照らす。するとその口からごぼりと何かが吐き出された。ごぼ、これは。それは甲殻類を思わせる姿をしているが、頭には渦巻いた模様があり、無数の触角が生えたおぞましい生き物だった。うーわ、なんだこれ。べちゃりと落ちると苦しむように身をうごめかせる。次は釈迦さんの行動です。え、これ行動できるの。これここから。釈迦さんは今吐きました。はい、あ、合う。行動できる。もう一回飲んどく。これはもう一回飲めないですかこれ。食べようとしますか。ちょっと食べようかな。え、教授何やってるんですか。教授うまい。うまい。今日うまい。教授、あまりのまずさに嘔吐してしまいました。あー、風さん、スキル使わしてよ。あれ、もしかしてべちゃりと吐いた後にもう一度口にした教授はもう一度吐きました。次は雷神さんです。いや、聞いてる。教授、雷神さんの行動です。この教授から距離を取るぐらいかな。ちょっと雷神さんは危ない。教授から離れました。次はレインさんです。じゃあ、記者さん、こんなことを言うのはおかしいかもしれないが、ありがとう。以上です。レインさんはいきなり記者に感謝をしました。は？最後は記者のローレンさんです。どういたしまして。わかんない。ポカン。記者のローレンさんが何を言っているのかわからず、そうですかと言うと、みんな宿主から出てきた寄生生物がエーテルとなって姿が消えていきます。え？え？ってことは、さっき吐き出したやつが消えたってこと？それともレインさんが消えてた？いや、俺は消えた。寄生生物か。ありがとうさー。吐いたやつが消えました。あー、何？さあ、発狂していた釈迦さんもいずれ正気に戻ります。俺って何よ。教授、おかえり。大丈夫ですか。ちょっと残ってるか。まだまだ残ってる。ちょっと残ってる。ここはね、世界最高峰です。綺麗だ。あなたが一番最初に登ったんですよ。記念写真撮りますか。エンド、今度こそ。教授戻ったみたいですね。あなたたちは標高1万363メートルの最高峰で肩を組みながら写真を撮りました。おありがとう、医者のクズハ。見事宿主を的中させました。みんな仲良く山を下っていきましたとさ。仲良くできるんだ。いや、もう、待てよ待てよ待てよ。できないよね。待ってよ。ま、殺人犯いるよね。仲良くできるんだね。できるんだ。さあ、こっからは皆さんの個別の目標になっていくんですかね。あ、そういうことか。はい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 。ああ、よかったよかった。肩組むのやめてもらっていいですか。なんか全然ドラマチックじゃないな、離れた人とかいて。うわーうわー、やべ、釈迦さんがゲロ吐いてしまう。上切ったねって。みんなドン引きして、俺ゲロエンド。いや、ゲロだけならいいけど、それ戻そうとしてるのがエグすぎるよ。すごい。いや、どうしてもスキル使いたかったんだよ俺。今回は寄生生物がいました。知ってました？はい、はい、まあ、出ました。いや、もう力出てきたでしょ。それすら知らずに山登る。寄生生物の目的はですね、はい、異界の門を開き、彼らが彼方のものと呼ぶものを召喚することになります。この狂気山脈の山頂は世界で最も高い場所、はい、つまり神の座に近い場所です。
白明石インカーナライトにあらゆる波長に干渉することができるという性質を知った寄生生物は、この場所で白明石を使うことで異界との通信が可能だと考えています。はい、山頂にたどり着くという目的は達しました。あとは白明石を手に入れて門を開くだけだったと。寄生生物がやろうとしてたってことか。うわ、これも二度とできないのか。寄生生物を無力化するには強い光を当てる必要があります。ヘッドランプ投げりゃ死ぬんじゃね。デジタルカメラもしくはヘッドランプを所有しているプレイキャラクターが、行動として強い光を当てることを宣言した場合、宿主、今回は釈迦さんですね、釈迦さんから寄生生物が出ていきます。ファインプレイ。宿主より先に動いた人の手元に該当のアイテムがない、あるいは違う行動を取っていた時、宿主に手番が回ってきます。うん、危な。今回だと投票で的中させていたのがクズハさんだけなので、釈迦さんより先に行動できたのはクズハさんだけです。あ、黒幕を。そうだね、そういう順番だったんだよね絶対。うわ、もうマジで最悪だ。よかった俺途中。なんでカメラ持ってんだよ。俺の最高の見せ場だったんだよ。確かにこれ結構奇跡じゃない。俺がカメラ持ってるってすごいよ。しかも適当。まずね、精神分析したのがねやばい。医者のスキル、精神分析、記者も発狂してます。ちなみに、え、あ、記者も発狂してたんだ。ですよね、ですよね。あー、そっか。なんでよくシャワさんの方当てたなと。奇跡やん。で、寄生生物は白明石の入手を期待してますが、行動を操ってるわけではありません。え、違うの。はい、あくまで宿主の心にある願望を歪めて、彼の目的に協力させようとしている状態です。なんでシャガさん普通に見えてるけど、こう今までの欲望が歪められて動かされてるって感じですかね。なるほど。はい、はい。で、シャガさんには最終手段のとんでもないスキルがありました。はい、電撃発生装置。何何何何何何何発生装置。奪われた。こちらの左下にあるスキルハテナ。あなたは万能の電撃を操る力を持つ。もういや、なんかおかしいもんな、はい、クズハさんがあの写真を撮らなかったら、全員一瞬で蒸発してたかもしれません。うわ、やば。全員に命乞いさせてさせた上で殺すつもりでした。怖すぎる。よかった。持ち物全部取って。黒幕についてお話ししましょう。私、あの黒幕は誰かっていう質問だったと思うんですけど、はい、あのクトゥルフ神話に登場する地球外知的生命体、はい、まあ、正確にはその変種、はい、地球へは希少な鉱石の採取にたびたび訪れており、主に僻地に生息してます。隊長と調査員が狂気山脈を調査しました。希少な鉱石を求めて、地球で寄生生物が活動していたんですが、とある場所でですね、極地調査隊に遭遇して寄生生物が、隊長に寄生しました。あー、そう思ったわ、はい、その後、南極で狂気山脈の発見によってですね、より色めいている、隊長なんですが、彼はですね高山病体質で第一次登山隊には選ばれませんでした。第一登山隊失踪の報告を受け、寄生生物は隊長に対し、死体を見つけて脳を採取することで記憶を取り出すことが可能かもしれないと進言しました。第一登山隊はが、何かを見たならば、その記憶をたどれば真相にたどり着けると考えた隊長は、調査員を連れて2人で狂気山脈に行きます。隊長が、医者にですね、死体から記憶を取り出す方法について相談したのもこの時期になります。はー、え、 7000m 地点で別々に調査を行ってた時、隊長は一つの死体、これが調査員のお兄さんですかね、はい、を発見します。隊長は寄生生物から与えられた銀色の筒、脳を採取するための道具です。これ、はい、死体から脳みそを取り出そうとしました、はい、この道具は人知を超えたテクノロジーが使われており、うまく扱えば傷跡を残すことはありません。しかし高山病で手元がおぼつかず、焦りが彼を支配します。この状態で調査員が合流すると、傷や頭部の重傷で脳が抜きされたことに気づかれてしまうと恐れた隊長は、邪魔な頭部を破棄することにしました。兄の遺体と対面した調査員が、遺品を持ち帰るため所持品を確認したところ、発見されたのが未知の鉱石です。調査員はこの鉱石は彼が自分への手土産として持っていたものだと信じていた上に、石に触ると彼の声まで聞こえてくるため、遺品として引き取りを願い出ました。聞こえてきましたね。しかし隊長はその鉱石は狂気山脈で採取された貴重な資料であるとして、許可せずに取り上げることとなり、
この事件をきっかけに調査員は隊長に憎しみを抱き始めます。次はあの左上にあったアイテム、白明石、インカのライト、下山後隊長は巧妙な地質学者である教授に未知の鉱石のかけらの一部をサンプルとして渡して研究を依頼しました。はい、その鉱石にはいくつかの特殊な力があることが判明します。隊長は石の特殊な効果を知り、これを腕時計とペンデュラムに加工して自分のものにしました。狂気山脈という特殊な環境で出土したその鉱石の特殊な性質は寄生生物の欲するものでもあり、あらゆる波長に干渉しうるその石を持ち、世界で最も神の座に近い場所である狂気山脈の山頂に行けば石の力により異界との通信が可能であると予想されました。あ、危ない危ない危ない、あと1個聞くの忘れてましたね。ギリギリセーフ。あ、俺教授だ。ありましたね、そんなの。そういえば何今からお前らを殺す。あ、もう無理無理。ない、電撃はないですよ。もう無理よ。でもないよ。これ分かりますかっていう。俺あれだ。いや全然分かんねえな。何何何何何何も分からない。規制されてない？不正解です。はい。もう分かんねえなって思って今思考しねえって答えだもん。で話戻りまして、同時期に、はい、登山家含む登山隊が、狂気山脈に挑み首なし死体を発見します。同時期、はい、その死体の頭部は、銀色の筒による処置の影響で首の断面が異常に滑らかで事故死のようには思えませんでした。この時の登山隊は第一次登山隊内で殺人事件が起きた可能性を考慮し報告を優先して登山途中での下山を選択しました。はい、死体の露見の報告により隊長は焦ったものの、隊長に見切りをつけ始めてた寄生生物にとって、肉体はを、乗り換える好機の到来でもありました。お高山病で上まで行けないんだよね。長期にわたる寄生により隊長の脳には負担がかかっており、かつ高山病体質の彼の肉体では狂気山脈の登頂は望めない。寄生生物はここでも隊長をそそのかし調査登山隊の結成をさせました。はい、自ら陣頭指揮を取り証拠隠滅の上、鉱石を採取して山頂を目指すように伝えました。こうして皆さん調査登山隊のメンバーが集められることになりました。その選別にはこのメンバーの選び方は寄生生物の判断も関わってます。狂気の目を内にはらみ狂気山脈を制する可能性のある者たちが選ばれた。記者の同行が許されてるのもその可能性の一つでした。なるほど。なんで記者おんねんっていう。いやまあまあそれはそう、はい、みんな狂ってもおかしくなかったと。で、今回はですね寄生生物途中で入れ替わってます。あれって入れ替わったんだ。捨てられたやつがいるんですよ。釈迦さんとは別に、俺だよ。俺の電撃発生装置もペンデルムも全部奪われたよ。電撃発生装置奪われるま俺、いきなりホワイトアウト、ホワイトアウト中にうんうんって寝て目覚めたらなんかすっきりしてました。なんもない。あれもちゃんとロールプレイだったんだ。すっきりしてました。すげえ。なんかやたらペンデュラムがどうのとか言ってきてさ、なんか気分悪いなって俺ずっと思ってたんだよ。寄生生物はですね、宿主を選ぶときに相手の心を覗き込んで狂気を駆り立てます。宿主選定のための条件は相手を誘って1対1で時間をかけて会話する、つまり密談に誘うというものです。あーてかそうか、十分な時間をかけてって密談、記者は調査員と、教授と密談をしました。で教授がですね前半にインクアのライトを見つけたので、なので教授に移りました。そうなんだよね、ホワイトアウトに。ホワイトアウト時に一番最初のオープニング時点の宿主は隊長です。一番最初 5000m。 でその最初の晩にコメントのアンケートで最初の犯人を決めさせていただきました。あーおもろい、誰でもよかったんだ本当に。話せば俺の可能性もあったんだ。そう、最初にそれでアンケートでローレンが選ばれて、ローレンが密談相手に選んだ釈迦さんが最後の宿主になりました。はい。白明石なんかね、いろいろ条件ありますけど、今回は白明石を持ってて密談してたの釈迦さんになりました。すごくない、うん、あなんか優先順位があるんだ、優先順位あります。他にもいろいろと、そうなんだ。
はい、で、最初に決めた宿主は、一時的な仮宿でローレン、は、隊長の死の調査が進んでいけばいつか自分の存在が露呈してしまうことを寄生生物は自覚しています。つまりちゃんと調べれば普通に犯人って出てくるんですよ、記者が。ええ、最初に隊長殺したでしょ。ああそうですそうね、そう、記者が殺したっていうのが出てくるんですよ、これちゃんと証拠として。記者で会ってんだ。記者が会ってます、最初に殺したのは。でそれがバレることも寄生生物は分かってるから、ホワイトアウト中に釈迦さんに乗り移りました。それも条件なの？絶対乗り移ります。すごっ。一番最初に着いたローレンは隊長殺すためだけに狩宿としてポンとやって、宿狩りや、そう、宿狩りじゃないか、最初狩宿だお疲れってなるんで、あの話がうまく進まなくなるんですよ。なるほどね。殺した人と後半の 宿主で違うもんね、二人に見えるんですよね。ペンディラムってのはこの EX 対象の B、はい、あ、ここペンディラムだったんだ。これはだから最初ローレンが持ってます。持ってた、ね、あーなるほどね。でこのペンディラムを持って釈迦さんに乗り移りました。まあこれ登山家からしたらペンデュラムって何の話してんの、俺山登ってるだけなんだけど本当に山登ってなかったもんね。本当に山登ってるだけです。マジで山登るだけだった。一番上のカードが俺トラップカードだと思って見ちゃったんだよな、スキルで。ああ9000m の段階でこの狂気症状みたいなのあったじゃん。そう、俺これでシャカちゃんに狂気が移ったと思ってシャカちゃんを診断したんで、ね、だからその動きマジで怪しかったよね。でもなんかその手前のやつ見て登った瞬間、なんか一番最初に登ったやつ死ぬとかじゃねえのかなこれと思って、頭がおかしくなって死ぬみたいな山頂目指してんのに。そうそうそう。さあじゃあ皆さんミッションをやったと思うので採点をしていこうかなと思います。まず最初は登山家さん、ミッションが誰よりも先に山頂にたどり着く。お、これは教授と同時に行けたので成功です。これが7点。7だねー、はい。そして次は隊長殺害の実行犯を追うだったんですが、これも正解。そして首なし死体の謎を解き明かすだったんですけど、これに関しては自分がやったっていう回答になって外れでしたね、はいはい。ボーナスでソロ調査で頂上に行くというのがあったんですが、なかなかトーハングが集めれずトーハングがないと堅くなりピッケルも譲られないし、自分の方向も探られない。何にもないんだもん登山家の情報が。登山家ね、虚無だよマジこれ。いやだって俺も思うもん、虚無なわけないって。そう、もし登山家が最初選ばれてたら全員殺すみたいなやつがありました。犯人というか宿主、あのアンケートで決めたんですけど最初の、あ、それ選ばれたのが登山家の雷神さんだったら山に入ったやつ全員殺すっていうのがミッションでした。あーなるほど、出されたい、うん。でん、ちなみにでも、うん、誰よりも早く山頂にたどり着くは変わらない。山頂に行くために殺していくんだ、ね、山登りながら人殺さなきゃいけねえんだ。さあそして次は記者、盗聴していたことを隠す。あれ自分で出したよね、盗聴器。ちょっと怪しまれてたね、これを公開した時は。そう、公開しないともうさらに怪しまれると思って、もうフルオープンになっちゃったから、うん、結局ボードが。まあでもこれこのシナリオはすごい飽きやすいと思うけどね。でその次が、この事件唯一の観測者になる、他の全員を殺すになるかな。電撃がないの。ただ、電撃で、あの記憶を消したりもできるので、うん、それでも大丈夫です。で最後の生還する、これは生きて帰れましたね、はい、なんとか、はい、みんなで写真撮って山降りたの5点です。なので5点でしたね。5点だな俺、はい。次は調査員、はい、第一登山隊に大事な人がいたというところで、はい、遺品をめぐるトラブルで隊長に殺意を覚えており、今回の調査に乗じて、隊長を殺害することを視野に入れてました。だから最後にお礼言ったんですよね。ありがとう。そうなんですよ。あードラマチック。殺さずに済んだんですよ、記者が殺してくれたんで。横でシャガさんゲロ吐いてんのに。ありがとう。ローレンからして、うわシャガさんがゲロ吐いたぞと思ったら、ありがとう、ありがとう。
そのありがとうって言ってる後ろの方で俺ウェーってやってるライさんはどんどん離れて、何してんすかパシャパシャ写真を撮るクルマ後ずさるライジンありがとう どういたしまして。ゲームサウスすぎるやろ、おもろいな、おもろいこれ、うわー5回やりたい。そんで、調査員のミッション腕時計とペンデュラムを入手する、はい、残念どちらか。ああで俺がペンデュラムの話してたから忍び歩きで取ろうとしたんですね。まあそうですね、取ろうとして、うん、あの時クズハが釈迦さんのアイテムというかなんかカードを押さえてたし、ワンちゃん持ってんじゃねえみたいな。確かにね。なるほど。そして調査員の2つ目のミッションは生きて帰ること。はい。6点振りましたね。これも成功。これは成功。6点です。そして3個目が隊長殺害の実行犯を見つけ出して礼を言うなんですけど、これ密談の時だけです。そうそうそう。ああでも一応最後に言ったけど。はい、いいねでも。そして、ボーナスで、もう一個首なし死体を自分のものにする。これ成功でしたね。もらいました。なんか何々あげるからその首のない死体ちょうだいって言ってもらってました。そう、どれ交換された。そんなやちょ待って、それやばい情報でしょ、言いなさいよ。これで2点なんで8点ですかね。いややばいでしょ。それ隠すのマジで意味わかんないんだけど。そう、店員さん連れて山登ってヘッドランプ出てきて、あ交換しよういいよって言うだけ。そんな手軽なカードじゃないって。死体だよあなたが取引してるの。登山家狂ってるでしょこれ。いやもういやこれがあったからさ、こいつ登山家にしか興味ねえやんってなって怖かったんだよねマジで。ある意味狂気だろこれ。いやもう狂ってる狂ってるマジで。死体じゃ山は登れないとか言ってるけど。ああそうだ。じゃあ次いきますか。医者、もしお医者さんが狂気に至るとですね、魂の所在というのを理解してしまい、うん、銀色の筒を使って人間の脳を採取しようと思い始めます。今回のミッションは首なし死体の謎を解き明かすだったんですけど、いやこれは分かんなかったわ、その銀色の筒が何なのか。はい、そして次が生きて帰る。生きて帰るいけましたね。5 5点。そして、隊長殺害の実行犯を追う。追う、はい、発見じゃなく、追う、アウトじゃない、結構追ってはないんじゃない、だってさ、そうだね、デュオしてないもんね。デュオで怪しいから一回連れてったってのあったけど、追ってはないわ。となると5点で、ボーナスが追ってない、発狂者を確定診断する。おお、釈迦さんを判定できたんで、おお、いいなそれ。これ当ててなかったらかなりやばかったね。いやでも俺最初登山家が規制されてて、うん、で登山家が先にこの狂気症状に登ったからもう一人の釈迦ちゃんに規制、まあ、規制っていうか狂気が移ったっていう勝手な勘違いをして釈迦ちゃんを見たら狂気だった。ふざけるな。全然関係なかった。やぶ医者。なるほどね。やぶ医者じゃないよ、当てたんだから狂気。そして、教授。表向きは地質学者だが神秘に傾倒しています。ミスカトニック大学所属、狂気山脈の存在を知っており、自分自身で直接赴いて神話的存在に触れたいと思ってます。未知の鉱石の解析を担当し、その効果や性質からこの世ならざるものであるという認識をしています。狂気に至るとより高次元の神話的存在との開口を望むようになり、その視野には人類の未来は入っていません。で、ミッションが通常だと、白面積の入手、インカンライトの入手で、隊長殺害の実行犯を追う。そして、星マークついてるカードを2枚以上入手する。お月なんでね、うんうん、はい。そしてボーナスで寄生生物が月の宿主を選ぶ条件はっていうやつなんだけど、これも通常時だけかな。一応聞いたんですけど、正解はまあ前半の密談したパートナーになってます、はい。で今度は最初から教授が最初の宿主だった場合は、うん、インカーノライトの入手、寄生生物の悲願の達成に協力する。おお山頂を目指して。で、その次が星マークのカード2枚以上入手、隊長殺害の実行犯だとバレないようにする。規制された人が基本的に最初なんだ。
最初に殺されて。ああ、じゃあサバイバルナイフはたまたま？これは皆さんが、最初のカードを読んでる時にここに入ってなかったと思うんですけど、皆さんが読んでる間に犯人に応じて心の中身を変えてます。うわ、すげー、すごい、そうなんだ。めっちゃすげー。標高 5000m のところにある死体見聞の、失血死っていうところが撲殺だったり他のやつに変わってます。おもろい。ピッケルが2本あるし、ナイフも3本ぐらいあるし、現場にいた人とか。なるほどね。神ゲーやん。犯人によってで、釈迦さんは今回途中から宿主にされてしまって、白明石を入手するというミッションが変わって、彼方のものを招来する、はい、で、登山隊全員を神話的存在の信奉者にするのが目標でした。は？What？ もしクズハが写真を撮らなかったら、うん、全部なってたの信奉者に。全員信奉者になってカード全部集めて、そうで最終的に落ち越えさせて殺すんでしょ。寄生虫最高っつってあれですよ、登山家は山登れたから OK ですって言ってましたよ幸せ、笑いながら死んでもいい、光に包まれて山に登れれば何でもいいって書いてあった虫入ってない？大丈夫？ちなみにそれに関しては俺も書いてあったあ、そうもう死んでもいいって、星マークのカード2個以上は入手できましたね。部屋できてないかな。できてない。手帳だけか。手帳だけ。白明石のミッションが彼方のものを招来するに変わってるんで0点です。あ、そうなんだ。そうなんだ。俺ら変わったっすもんね。タイミング悪。ローレンなんかもうな、山頂で神よみたいなことやろうと思ってたらやばい、俺ただの人殺しやでそう、何者でもない殺人犯だと思った。ただの殺人鬼になっちゃったおもろすぎるむちゃくちゃだよ。いや惜しいな。記者が最初から宿主とかじゃなかったら、あのユーマを近距離で写真に収めるっていうミッションあったんだけど。何それ今いたんだ。レインさんがありがとうって言ってるけど、あ、そうなんですか、カシャカシャ。マジで現場見たかったな。現場おもろすぎる。おもろいな。なんやかんや山に登り続けた雷神さんが一番点高かった。すごいな。俺が1位かな、9ポイント。すげえ。強えよ。強いよ。山登り詰めた男。だけで7点だもん。ちょっと待って、まあ5本やりたい。1回しかできません。うわー、これじゃあもう一エンド見るしかないんだ。もうあとは GM に割ることしかできないんだ。この作品はそうだよね。コールの作品はね、まあ、2作目3作品目あるんで。狂気山脈3部作ですよね。うわ最高や、最高や、最高や。カズさん次アンケートやめよう。いやでもさ、アンケートやめ、逆にアンケートありじゃない？ランダム、ランダムじゃないか。遊ばれてる、俺視聴者に遊ばれてる。普通に半分ぐらい入ってた票半分ぐらい、オタクで 50% ぐらいローレンだった気になるんですけど、これ毛皮って何なんですか？お、確かに今の正体は俺、えどういうこと？なんていうんですか、もともと俺あの隊長を殺したくて、殺してでももうペンデュラムを奪い返すみたいな時計と、つもりできてて、もう毛皮とか準備して、白い毛皮ならもう雪に紛れるから発砲しやすいやろ。あ、そういうことか。ギリ説、うん、それを取って記者が言うまで言うまでって言ってたってこと？そうですね、はい、じゃあさ言うまだ言うまだって言ったら本当にユーマがいたってやつですね、こいつなんなんずっと後半もしユーマが口の中に入ってくるパターンだと、うん、あのユーマを連れて帰るのが目標になります。それさ GM クソ大変じゃない？いやね、素晴らしいガイドブックと、うん、何よりもコメント欄に作者がいるという最強の GM がいたんで作者なのコメント欄に作者様がいて、俺が迷った時毎回答えを教えてくれて、うん、あーそうそうそんなこと書いてあったわっつって名前見たら作者だったっていうユーマ、ありがとうございます、ありがとうございます。いやもうこのメンバーで1個目やったなら2個目もこのメンバーでやりたいっす。うわーでもなんかめっちゃ経験値としていいもの得たわ。マーダーミステリー、いやね、クズはうまかったな。うまかった、うん、これうまいってなんだ。いやいやいや、気づいてた、怪しむところとか、うん、はい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 、かなりクリティカルなところ当てたからな。
最後の20分の全体会議の残り1分ぐらいの時の集合写真撮ろうぜっていう時、釈迦さんだけいやみたいなこと言ってる、マジで思う。あとでみんな見た方がいい。本当にあとでみんな最終会議マジでクソおもろかった。いやそれは無理じゃないか、汗垂らしてる。それできんの？それできんのってやつ。今日昨日洞察をローレント見に行ったのもマジで多かった。2人とも知ってるくせにめっちゃ知ってる。2人とも知ってる生物知ってんのに、そんなに知ってんだ。記憶なくなってないんだもんね。そう、そんでローレンは自分から抜けてるからめっちゃカード開けたいの。釈迦さん開けたくないから、もっと隠しておいた方がいいんじゃないかな。おもろ。答えは教授で、教授を当てたのがクズハだけだから、クズハだけが早く行けた。俺なんか狂気ってそんな簡単に出るのって思って、いっぱいいんのかと思っちゃったわ。いやそうだから、そう、最初にさ、そんなやばいあれじゃないのかと思って、うん、あ、そういえば釈迦さん狂ってるよって終わったんだよ。いやそうそうそう、そうだから大したことないシリーズでいけるかなと思ったんだけど、なんかローレンがうざかったわそっから。いや本当に抜け出せんなもん俺から公開しちゃうよ。いやね、狂気の洞察で、あ、狂気と寄生虫は一緒の考えなんだなっていうのがまとまったから、最終的に釈迦さん吐いちゃった、吐いちゃった、吐かした。俺神になりたくてもう一回口に入れたからね。情けねえあのシーン。もう一回吐くだけだった。エンディングのところ別になんかなんだ、どうされたらどうするみたいな書いてるわけじゃないんで、マジどうしようかと思った。食い始めたから食うのと。でもこれもう一回入れたなと思って、まずいので戻してしまったになったんだ。なんやこれってライジンさんが思ってた光になって消えていった。俺最初レインさんが光になったのかと思ったしな。俺もありがとうって言いながら光になって消えていった。俺なっちゃったんだよ。なんかいっぱいいたんかなみたいな。次が星降るてっぺんかな。 GM 楽しそうだな。でも一回やったら、うん、シナリオを買って GM してください。自分が遊んでからがいいな。でも狂気山脈は無料です。これ無料ってやばい。2も3も2も3も無料ではないです。あーすごいな、それはそう事前事業じゃないんだから。さすが一番有名なだけはあるっすね。うん、見てる人ね、やってみてください。GM してあげてください。いやーそうだよな、写真撮っていいっすかって言われた時も完全になんかもうエネル的な気分だったもん。ゴム人間に出会った時のエネルみたいな。ガビーみたいになってた。目飛び出てた。聞かねえ。電気流そうとしたら光で殺されたから。忘れないよ、頂上で俺言ったら頭にクエスチョンマークが増えながら、どういたしましてって言われた。うわうわパク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 うわパシャパシャパシャ。ありがとうございます。最後仲良く食べますって言ったあなたの行動タイミングです。ぶざますぎる。もう一度吐き出してしまう。まずくて吐き出してしまう。うれー死で悪役の最後や、よくある。どこ撃ってねえ。パシャパシャパシャ待って、どこを取ってねえ。クズおいもぐもぐ